今日はマグロの漬け丼を作ります。愛媛に住んでいた時に漁師さんから教えてもらいました。材料はこちらになります。まず調味料を作ります。醤油大さじ4、砂糖大さじ1と1/2、生姜大さじ1/2、それをよく混ぜます。そこへすりごまを適量入れてください。香りが良くなります。マグロのお刺身を一口大に切ります。調味料とお刺身をあえます。さっと混ぜるだけで味が馴染むので、食べる直前に混ぜて大丈夫です。熱々のご飯にマグロを乗せます。たっぷり乗せてください。最後に薬味の大葉を乗せます。ネギでも大丈夫です。出来上がりです。今日はあさりバターと肉汁と一緒にいただきます。とっても美味しかったです。モランゴ食堂でした。もしよかったらチャンネル登録お願いします。